グリュック王国はかつて北海道帯広市に存在したテーマパーク。開園時の敷地面積は約10万平方メートル。入場料は大人1,500円だった。地元不動産デベロッパーの全臨寺所建設の子会社であった株式会社全臨レジャーランドにより運営されていた。国鉄の広労線の廃止に象徴されるように従来の道内産業基盤が 弱体化する中、1980年代の公共を背景に観光による町おこしを目指して帯広空港近くに建設された。前林レジャーランドの社長がヨーロッパ旅行の際に訪れたドイツの美しい街並みや環境、未来の子供たちのためにとして今あるものを次世代に伝えるドイツ人の行動規範に感銘を受けてドイツ町のテーマパーク開発が行われた。 1989年7月1日に開園。開園時の園内は、南エリアに面積3万3000平方メートルの遊園地、グリムの森やグリム兄弟が住んでいた家と、周辺環境を再現した、博物館、グリムの村で、北エリアに、マルクト広場を中心に、ドイツ町の実物大の建物を配置した、グリムの町。 粉引き風車をデザインしたトイレを添えた千六百台収容の駐車場、グリムの駐車場から構成され、九百九十二年には全六十七室のホテル、グリムの王城を加えて五エリアでの構成となった。全林レジャーランドは、広町からアショ町までの国道二百三十六号二百四十一号を、十勝幸福街道と銘打って、十勝館内での周遊観光を目的に、 レンタカーサービス、シュロスレンタカーや、ホンパークと、四地区ガーデン、ユーカ、中札内美術村との共通パスポート券の販売も行っていた。また、国道二百三十六号と交差するホンパークから、平坦の滝までの道を、古城街道として案内していた。園内は、中世のドイツをモチーフに、グリム童話とグリム兄弟をテーマとした、テーマパークとなっており、そのゆかりの地である。 ヘッセン州とニーダーザクセン州の歴史的な建築、建造物が再現されていた。カール大帝伝説の英雄で正義と自由を象徴する高さ8メートルのブレーメンのローラント像が訪問客を出迎え、コラブ機岩石の噴水やブレーメンの音楽隊の像もあった。中心をなすマルクト広場にあるベーザールネサンス様式を代表するデマドを持つハーメルンのライストハウスなど、 15世紀から17世紀の木組の家への再現は、ドイツの素焼き波形瓦と瓦食人によるものである。ハーナウ氏から取り寄せたグリム兄弟の銅像が本場さながらにハーナウ氏庁舎前に立ち、歩道席は東ベルリンのフリードリヒ通りに敷かれていたものを取り寄せた。遊具もドイツ製でメルヘン調のもののみで構成されていた。1990年にはドイツでも、 人気のあった大型遊具のウェーブスインガーを導入している。中世のドイツを代表する名城の一つで、街道の貴婦人とも呼ばれるビュッケブルグ城を内装や壁画も忠実に再現し、1992年8月2日に城の中にホテル、シュロスホテルが開設された。ホテルを除いて陶器は休業して、当地の観光の繁忙期となる。 ゴールデンウィーク前から営業を再開するのを通例とし、開園当初の1年間で約74万人が入場したほか、1991年と1992年には年間約70万人が入場していた。しかし、その後は入場者数が減少して1997年には年間約30万人へ大きく落ち込み、運営する。 全林レジャーランドの1996年12月期は、売上高が前期比約20.1%減の約6.57億円で、経常損益は約4.63億円の赤字となり、約23.81億円の累積損失を抱えるに至った。1998年1月には当時新特徴で大型映像装置の組み立て工場を建設していた。 ベンチャー企業の JWA が、東園東側の約14,900平方メートルの敷地に、床面積約14,200平方メートルの屋内プール、ブルーハワイアンを開設し、東園と一体的に運営する構想を立てて、全輪レジャーランドと覚書を交わした。このブルーハワイアンは、日本交換が1992年6月に、 横浜市で開業した増波装置なども備えた大型の室内プール施設、ワイルドブルー横浜を参考にした大小4つの温水プールを設置する施設で、ハワイからスタッフを呼んで、ハワイアンダンスなどのイベントを行う計画で1999年7月の開業予定とされていたが、実現しなかった。その後、2000年には、五十嵐由美子会を通じて、園内での 井原市由美子美術館解説やテレビドラマのロケへの貸し出し等のテこ入れ策を講じて収益の拡大を目指した。2003年にはビュッケブルグ城等の外壁や設備機器の補修が必要として例年のゴールデンウィーク前から営業を再開するのを7月1日に延期。その間に資金繰りのため東京の投資会社と王国内のシュロスホテルの一部を貸し出して アンチエイジング医療を行う方向で交渉すると、共に遊具などは無料で遊具メーカーに貸し出すことで、全林レジャーランドはホテルの一部のみを運営する形での営業継続を模索した。しかし、これらの交渉がまとまらなかったことから同年6月24日までに7月1日の営業再開予定を断念し、同年7月18日には、 年内の営業再開そのものを断念した。この時点では、翌年2004年5月の営業再開を目指しており、再建へ向けて出資の交渉を含めた新たな事業計画の作成が進められることになっていた。しかし、その後新たなスポンサー企業が見つからずに休園した状況が続き、二千七年二月五日に営業再開を断念して正式に閉園することになった。 閉園後に土地、建物は競売されることになっていたが、そのまま放置され、2011年8月には廃墟ブームの影響などで不法侵入や窃盗が相次いで問題となった。この他外国人投資家によるホテル開発の構想もあったが、リーマンショックにより立ち消えとなり、現所有者による新たな活用策も策定されておらず2020年時点でも、 大型建築や観覧車が残存している。ありがとうございます。